はい、またはい、急遽、タビちゃん。タビちゃんね。漫画ちゃん終わり。はい、はい、まあそんなちょっと片付けしながらでいい？ちょっと出なきゃいけない。すぐでさ。片付けしながら、まあいいですよ。片付けしながら、まあ。いやいや、リモートで片側半分何もいないって意味わかんないけどね。いやいや、ちゃんとね、いつも君の部屋だから、君の部屋だから成り立つけど、いよいよリモートでいなくなるの。ちょっと出なきゃいけなくてさ、いい、そっち、俺だけでいいもんね。大丈夫、そんなにちょっとノー編集で出せるものがあんまなくて、今タビちゃんね、はいはい、ちょっと出したい話が一歩あって、はいはい、まあ、ちょっともうイベントも近いからね、そうそうそう、片付けしながらね、うん、させてもらうよ。あの、昨日のマンガちゃん、お絵かき人道、うん、S ゲイズかニューヨークへ行くやつですね、うん、ああ、あれがですね、はいはいはい、結構人気で、おお、そうだった、俺まだちょっと確認できない、最近の中じゃまあ一番のいい感じの評価ですね。おお、よかった、うん、皆さんありがとう。年末年始でね、ちょっと伸びづらかったっていう中、うんうん、まあ、ありますけれども、まあ、非常に良かったと。で、あ、良かったね、うん、まあ、たかしさんが僕もね、うん、編集してる時気づかなかったんですけど、あの、やらかしてまして、ええっとですね、なになに、このさ、まあ、サムネ見てもらっていいですか、サムネ、昨日のやつのサムネね、うん、はいはいはい、このキャラね、はい、うん、あの、このキャラ何ですか、たかしさん、え、このキャラ、うん、ピノキオ、あの、そうですよね、ピノキオですよね、うん、あの、ピノキオ、うん、またですね、高橋さん、あの、キノピオって言ってましたまた言ってんの嘘でしょ、嘘でしょ、もうタイムもつけてくれてるんでね、もし見えるならね、見てください、もうタイムもちゃんとつけてくれてるんで、皆さん、皆さん、みんなよく気づくな、それいやいや、しかも誰も、てか俺ら誰も気づいてない、お編集の時は気づかなかったんですけど、いやって言うわけないんだからいやいやまさかのね、キノピオなんて言うやついないもんね、そうなんだいや、キノピオだと思ってんじゃん、だってめっちゃはずめっちゃはずいんだけど、もうキノピオなんだ、え、言ってた、言ってないんじゃない、本当は、めちゃくちゃキノピオって言ってる、あ、そうなんでなんだろう、キノピオとして記憶してんじゃんとかね、いっぱい来てますね、っ言っちゃうんだねそんなに、うん、そんなにあ、本当だ、コメント、キノピオピノキオまたピノキオとキノピオ間違えてるっていうなんでそんな間違えるんですかなんだろうね、なんで間違えちゃう、いやいや、俺別になんでなんだよ、で俺多分当時は全然ピノキオって言ってるつもりなのよ、多分本当は今はもうすんごい調べたでしょ、俺が今これ何ですかって聞いた時に、鼻の長い童話のやつって調べて調べないよ今の短時間でいやいや、調べない、調べない、わざわざ、それからあのメガネに検索みたいについてるタイプのやつでさ、あの最先のそんなすんごい最先端のメガネじゃないよ、ここで画面が見えて、画面が見えてそんなわけないでしょどうやってやってんだよそれいやいや、やってないよ、いや、なんでなんだろうね、確かに、え、俺まずそもそもなんで言ってたんだっけ、そもそもなんだっけこれ、うん、ピノキオですよ、あ、違う違う違う、なんか俺が、いや、これが今回2回目か3回目でしょ多分、キノピオに対してピノキオって言ったんだっけ、そもそもこの前は、なんかのクイズで、そうだ、ピノキオに対してキノピオって言ったのか、前もそうだね、あ、一緒か、うん、今回と同じ構図ね、うん、鼻の長いディズニーのピノキオに対してキノピオって前も言ってたのか、中国クイズとかで言ったんだっけね、確かね、なんかで言ったか、うん、なんでなんだろうな、子供にもそう教えちゃうんじゃないですかマジで、だから、悪気なく教えちゃう可能性あるよね、全然素手出てんだから俺、キノピオがキノピオなんでなんだろうな、まあ難しいっちゃ難しいけどね、しかも2人も全く気づいてないのもすごくない、気づかない、ゲームが楽しすぎてそうね、え、確かにあれ、あの画面集中すると意外とそのみんなの発言とかさ、うん、聞きこぼすもんね、意外とその、うん、やっぱ集中力が画面にいってる分、うん、そうそう、あの佐藤さんがなんか面白いこと言ってても俺普通にスルーしちゃってる時あるからゲームの時
そうそうそう、あのツッコミ切れてない時あんのよ。これおもろいんだよな、このゲーム。おもろかったな。星さん来てもやってもいいわ、ね、またすぐ。いや、これはやりたいよ。おもろいよね、うん、これはおもろいよね。で、他のシリーズもあるもんね。1個やったよね。それで次もしかしたら上がるかもしれないけど、あれおもろいよね、うんうん、おもろかった。次のやつもおもろいと思う、あれは。あれおもろかったな。海底なんたらみたいなやつね。ねえ、ちょっとネタバレしちゃいそうだからちょっと喋んないけど、あれもあれを話したいよね。今話したいもんね。めっちゃおもろいよね。マジおもろかったね。あれはダメだよね。もう文句言いたいもん、すごく。序盤の方とかすごく文句言いたいもんね。だボードゲームもいいんですかね、もしかして相性がね。これだって元々はただのボードゲームだもん ねってことだよね。あれどうやって書くんだろう、うん、なんか書くやつがボードついてるのかね。ねえ、どういうことなんだろうね。でもまあ、あのやっぱゲームになってるから分かりやすいよね、テレビゲームの。そう、まあやりやすいですよね。うん、その動画としてはすごくやりやすいよね。確かにね、うんうん、ボードゲームだとその一個一個こうさ、ルールが間違ったりもするからね。ああ確かに、システムじゃないから、ね、そう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 、あのこっちの普通の手でやることもね。それはいいね。うん、それでほとんど全員ミス気づかずその先。いや、そんなこと全然するよ。ピノキオで気づいてないんだから、ピノキオでね。間違えちゃうよ、ね、間違えるよずっと、うん、全然関係ないんだけどさ、うん、うん、このタビちゃんってさ、うん、このタビちゃんってもうすぐ上がってんだよね。うん、上がってますよ。俺のサングラス触れてた。えぇ、ー、そういえばそれ先触れなきゃじゃん。いや、もったいないことしてるよ。じゃあ今ずっとそのままいたってこと。そうだよ、ずっとこれでいたんだ。情報渋滞してた。ミンゴ7分ぐらい渋滞してた。え、ミンゴ、今はミンゴだよ、だって。もったいない、これもう一本タビちゃんにできたのに。あ、もうなんだよ、もったいない。渋滞してんな、この動画。ネタ渋滞してる、もったいない、そんなの。壊れちゃったんですよね。壊れちゃった。ケイさんのグラさんが壊れちゃってね、うん、で、今日撮ったタビちゃんが多分結構後でしょ、上がるの。マンガちゃんがね、また間違えた。あ、そう、マンガちゃん、もう言い間違えた。もうやめてよ、今のはしょうがないじゃん、別に。今のはしょうがないじゃん。マンガちゃんね、もうちょっと後で上がるから、うん、マンガちゃんね、うん、マンガちゃん撮影中に、あ、やべえとか言って。そんなことある？だってかけてさ、別にグラサンをこうやってさ、なんか目動かしてたわけでもないんだよ。そうね、普通に暮らしてたのに、あーとか言って言って。いや、ちょっともう割れてたのよ、割れかけてて、うん、で、ちょっとまあ、要はずれたからクイッて戻したらさ、その勢いかなんだよ、バゲって言っちゃう。もうその直しで。そう、もうだから、そっぽどだった、よっぽどだったんだよ。もうダメだ、今日今日もうダメ、そっぽど、そっぽど。やばくない？なんか、ね、なんか変なスイッチ入ってる。そっぽどだったっていう人だっけ。そっぽどだったってあんま言わないよね。あんま言わない。そっぽどだよね、やっぱり。うん、いや、グラさんに限ってやっぱいいよね、そっぽどって。ね、ここが壊れてる時、そっぽど、うん。その時しか使わないけど、そっぽどって。ね。ダメだ、もう今日。なんか疲れてんのかな、うん。年末年始のちょっとやっぱ疲れが。来てる。ね、来てるね。で、あとはあの何、多分脳のメモリをあのマジでイベントが本当にいよいよ食い出すからさ、うん、そう、やっぱ思い出した時、やべえ、あれなんかしなきゃみたいなのが多分あんだろうね、若干。あれもやってねえ、これもやってねえみたいな。そうそう、ちょっといよいよ、さっきさ、その話ちょっとして、イベントを、あのこの何、撮影の合間合間のカメラ回す合間で、うん、あ、そういえばあの件さみたいな話してるから、多分脳のメモリをちょっと食われてるんですよ。そうそうそう、ね、やんなきゃ。いや、やばいよ、いよいよ、いよいよやばいから、マジで。僕の準備は今は終わってきましたよ。ああ、さすが。終わってはいないけどね、全然。どっちどっちよ。まあ、間に合うかなっていう範囲にはもう持ってこれたかなっていう感じですね。はいはいはい、だから俺も今ここまで結構その運営のその統括だったじゃん、ずっと。そう、だから音とかもね。そうだから本当、舞台の方をちょっと本当ちゃんと詰めていかないとやばいから。いやすんごい、まあ、ちょ、終わりますよ、ケイさん出なきゃいけないから。あ、そうかそうかそうか。はいはいはい、ちょっといろいろ渋滞した動画でしたけど、うん、はい、そんな感じですかね、うん、あ、で、またちょっとこのタイミングになっちゃうけど、あの
10周年の生配信がちょっとできなかったんで、うん、どっかで近々、はいはいはい、この動画が上がってる時点でもうこれ早めに上げるでしょ。とりあえずメインの方でしょ。そうメインちゃんで、ね、あの10周年の生配信、あのコメント読み生配信はちょっとしようかなと思います。ゲームはまあイベント終わってからですかね、ちょっとそうだね、うん、ちょっと落ち着かないとゲーム、うん、丸々1日かかるから、うんうん、なのでちょっと別になるけど、うん、メインの方の生配信ちょっとどっか近々やると思います。多分週末13の夜かなとは思います、うんうん、はい、またお知らせします。はーい。はーい。はい。ピノキオです。お願いします。チャンネル登録。